もうちょい、オッケー。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。6月8日第62回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブということで、ここでメンバー紹介です。まずは私から。5つの国の血が流れる一人グローバル、今日は声がかすれてます、前戸ニーナです。そして今週も画面の中から、おこんばんは、タツヤです。そしてあれ、そして画面の中からこんばんは、タツヤです。そしてごめんね、ちょっと間違った。髪の毛が結べるようになりました、キンちゃんです。そしてあれ、なんかいかにもめっちゃじゃない、はぁ、レンドだったって思わせられて、みんなにハハハって思わせられたみっちです。この最高の4人でお送りします。はい、間違った。すぐ人のせいな、なんかなんか、金ちゃんか、止めたのは金ちゃんだったのね。I'm sorry。 今さ、一瞬さ、あれ2人、今日2人みたいになってる人いたよね。なんかね、順番間違った。なんでだろう。そのさ、その、あのミスった時の、あのたっちゃんの顔すっごい顔したからね、今はいみたいな、めっちゃ怖かった。金城さん、はい、もう62回ですよ。62回だよのね、早いね。早いね、あっという間ですね。台本のやつは頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、メッセージが来てます。はい、シュプリームさん、はいさーい、緊急胃腸炎の急性急性胃腸炎のシュプリームさんです。はいさい、大丈夫、大丈夫。胃腸炎なったことない、なったことある人、はい、どんな感じ。なんかゲロゲロする。胃腸炎なったことある。お腹がめっちゃなんかぐるぐるする。え、お腹がそうそう、まあぐるぐるするし、まあ金ちゃんのことはそうだよね、あの上から来る人もいるし、下から来る人もいるし。そうなんだ。シュプリームさんはじゃあ急性ってことはストレスの可能性もありますね。じゃあ慢性もあるからね、急性もあるってことは。お大事に、お大事に。胃腸炎わからんな。これタオル使っちゃダメなんですよね、胃腸炎の人の。あ、そうだって、そうだって来た。 SE がそうだって言ってる。ごめん、テストで押しちゃった。テストだ。タオルってどういうこと、口ってこと、手拭いたり、なんか手拭いたり口拭いたりしたやつは使っちゃダメみたいです、タオルとかそのもの。あ、そうなんだ、うん、確かウイルスで移っちゃうから。ウイルス性はそうらしいです。あ、そう、そう、胃腸炎とかはまあ純粋なやつはね、あの大丈夫なので、ぜひお大事に、はい、レイナちゃんにお大事にって言ってほしいなって。お大事に、に迫力満載、迫力あるわ。G まで良かったけど、2でちょっと何かを諦めたよね。一応俺は最後笑えてしまえるなって分かってた。うん、笑ってたね、完全に。さあ、そしてサウルのお兄さんからです。こんばんは、募金しに来ましたと。集金じゃない、間違えた。今日すごい間違えんね、皆さん。今日ちょっとですね、あのいつもよりちょっと雰囲気が違うんですよね。そうそう、なぜならばクーラーが壊れたみたいですよ、このスタジオ。そして窓が全開です。そしてまあそんな感じです。聞こえるかな、扇風機の音もするんだよ。そう、暑いからね今ね。様子がちょっと違うんです、いつもと。そしてシグナスさんもメッセージ来ています。皆さんこんばんは。そしてシグナスさんは今日は
タジオにも遊びに来てくれてます。いつもありがとうございます。ガラス越しじゃなくてね、生身だ、ね、今日生だよ、直通生身、今日多分生の声が届いてる、届いてる多分今日大きい声出したらマイク入りますよ入ります。後からこんにちはって聞いてるのかな。すごいか笑いをこらえてる可愛い。だからさっきね、僕らこの放送室、はい、ブースか、ブースの外で喋ってる時に静かにしてくださいってスタッフが焦りながらね、怒られましたからね、声が出ちゃう。何事かと思ったらはドア全開でクーラー壊れてるというね、う今現在となってます。はい、はい、次は、次は最近カセットテープの A 面と B 面が分かるようになってきたしょうもない男ブルガリですブルガリさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。 A 面と B 面分かるようになってきた、裏と表ってこと、カセットテープの。もはやもうカセットテープをさ最近見たことない、ないですね。どこで見た、ね、最後、え、あ、ラジオ体操カセットテープだよね。へぇ、地域によって違うと違う思うんだけどさ、私のとこ CD でしたよ。あ俺んとこちゃんとラジオから流してたよ俺小学校ラジオ体操行ったことない。いやいやいや、ガセネタじゃないですかもうはい、はい、じゃあ次はもう一回ブルガリさん。さっきの金ちゃんのお大臣には色気あったよ、素敵よ。イエーイ、褒められてる、頑張ろう。はいはい、じゃあ続きまして、はい、シュプリームさん、シュプリームさんからですね。クーラーはイモリとタモリが室外機に挟まって壊れたんでしょ。あ、そうなの？そういう時あるらしいね。うん、これ掘り下げた方がいい。これ掘り下げる？いや、やめとこう。スルしようか、うん、みんなナチュラルにタモリさんを流すけどいや、これはイモリタモリ来たよ、方言であるでしょ、やるでしょ、やるですね。そうですね、シュプリームさん確か沖縄県外だったので、けど廃材入ってきてたよ。そう、でも県外出身なので、ね、イモリはね、沖縄弁ではやるですよね。やるっていう言葉ですね、方言でね。さあ、そして続きまして大塚健二さんからです。こんばんは。お、4人揃ってますね。あとおばあのコメントくればコンクリートですねと来てますコンプリート、コンプリート、コンクリートはね、固くなってますね。英語で完璧って意味なの。え、そうなの。そうなの。コンプリートと思ってた。コンプリートもまあそういう意味はあるけど、コンクリートもそうなの。おえーえー、そうなの、銀ちゃん。あ、でもそう、コンプリートっての後で来てるけど、コンクリートもそうですよ。あ、そうなんだ。いや、そういうこと。俺が今恥ずかしいや俺の方が恥ずかしいよ。もう俺今、大塚健さんお茶飲んで蓄積するみたいな、まあそういう意味合い、まあまあいろんなね、あれがあるので、言い回しがあるので、じゃあ結果オーライってことだね。はいはい、はい、浜崎かゆみさん、かゆみさんニーナーが得意だはずね。はい、スタジオ側こんばんは、ツイキャスユースト側こんばんは、かゆです。ちょっとだんだんクオリティ上がってきてるよな、上がってきてるな。うまい。これいつか金ちゃんにも出番来るから練習しとかな。オッケー、浜崎かゆみさんやってみる、練習でね、かゆみさんのコメント、かよでーす。あ、こんなぽいぽいぽい、来てる来てる鼻声を使ってきたよ。次俺かゆでーす。なんかおガチのおかゆ風そして鳥は、鳥はめっちゃ苦し紛れの、苦しんでる、ドラゴンボールみたいだった今ね。カロッととりあえずまずはこの番組どんな番組ですか。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgnowan.com、 アドレスはすべて小文字で 797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、今日は噛まなかったね、うん、そうね、ちょっと噛みそうになった、スムスムたよね、もう噛むし間違うしもう大変だ とまあそれが金ちゃんのお仕事ですからね。やっと62回目にしてドヤ顔までできた。おー、今のを噛んだからね。今のも噛んでたね。できたわね。すごいな。もう本音がもう今投稿されまくってますが、じゃあここでシュプリームさんのメッセージ紹介しますか。はい。カセット世代じゃないということは、もしかして
オートリバースなんていう最先端な機能を知らないんだ。あれは感動するよね。オートリバースって何？え、そのままくる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 ってすぐ戻る。あ、そういうことか。そうか、自動でリバースするってこと？オートリバース。あれならわかるよ。ビデオテープで、スタヤで借りて、で、全部見終わったら勝手に巻き戻しする。ああ、それもあったね。これもオートリバース。へぇー。あれは、で、巻き戻しちゃう。じゃあ勝手によ、自分で押さなくて。うん、うん、なるよね。へぇー、スタヤに返す場に巻き戻ししてた？してた、してた、ちゃんと。いつもさ、自転車で返しに行くときに、あ、やっぱり巻き戻ししてないってから。お家帰ってから、そんなことがあるんだ。え、分からん？巻き戻ししなかったらどうなるんですか？返せないんだよね。いや、そんなことはないけど、ちょっと目って言われるから。言われる、注意されるんだ、うん、そうそうそう、次からはちゃんとやってよって。多分中学校から違う DVD 出たの。そうですね、そのぐらい。知ってるか、お前ら、あのビデオとかカセットテープなの、爪折って、うん、じゃあ、あれ折ってもダビングできるね、シール貼ってから、そうそうそう。もうなんか、もう今や懐かしい、あのカセットの話。そんな裏技もあるんだ。すごい、逆にかっこいいかもね、カセットで今、うん、音楽聴いてた。そうでもないか。はい、ここで速報が入りました。はい、サウロお兄さん、またおばあと喧嘩しました。あいやーなー、デジラトン。でも、サロンお兄さん、謝れる男ですからね、すぐ。そうそうそう。またおばあと喧嘩した。なんで喧嘩したのかな？ね、気になるね。気になりますね。ウリカメ、いいカマン。ちょっと寸劇始まってましたけど。ええ、あんたよ、これ食べなさい。俺みたいな。あ、お腹いっぱいだからさ。はっさよ、おばあの言うことを聞きなさい。おば、しょっちゅう俺おばあの言うことばっかり聞いてたら俺おばあになるよ。最後に何を言う、なんちゅう寸劇ですかこれ。急に始まるからね。みんなと金ちゃんの方が寸劇面白いから。やめよう、その振りやばいよね。次行きます。溜まってますよ。世の中の銀のホタルさんからです。はい、おはようございます、寝てますと来てますが、起きてください、起きてください、直ちに起きてください。はい、はい、は大塚健二さん、あ、うちはラジオ体操は生歌でした、調子こきました、嘘です。ちょっとかゆですみたいな感じだよね。わかる、金ちゃんの生歌ラジオ体操聞いてみたいね。タンタンタタン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 。さあみんな手を広げて、足から上げていこう。え、親指。今の説明聞いたか。さあみんな手を広げて、こっからだったぜ。こっから親指だ。親指をどうするのかちょっと気になったよね、最後。気になるね、面白い。後からなんか出てくるかもね。さあ、まあ、ちょっと早いけど、野の中の銀の蛍さんから、うん、皆さん来週のテーマは何と来てます。そうだよ、今日テーマ言ってないんだ。まだ言ってないんですよ、ね、だからだ、それでだ。じゃあ一旦テーマ発表してから CM に行きましょう。そうですね、今日テーマ皆さんその間に考えておいてくださいね。今週の今日のテーマはすごいですよ。トークテーマはパンチのある話。蝶のように舞い、蜂のように刺す。そう、みんなパンチのある話をお待ちしてます。まるで具志堅用高のようだ。ファイトーゴー。ということで一旦 CM です。いくつかチョイスして、コメントをガッと開けたら、大塚健二さん、はい、どうぞ。勉強になるな、この放送。いや、本当に。嘘。何だった勉強になる放送。あ、やるでしょ。あ、やるのコンクリートじゃないか。コンクリートか。コンクリートね。あ、ブルガリさん。難しい横文字言うても、おっちゃんには分からん。確かに。待って、でもオートリバースはさっきの感じで当たってるんですかね。合ってそうじゃん、オートリバース。むしろあれこそ横文字やしな。オートリバースね。うん。お、うん、ドヤ顔で使いたいよね。大塚健二さん、おばあもかゆみしてほしいです。おばあもかゆみ、姉さん、あ、かゆですみたいなね、かゆみ、姉さん、あんたが言うと常に色気あるねーなあ、おずさん、メロメロ。金ちゃん、金ちゃんのやつ、金ちゃんの。じゃあ僕は甲田組やろうかな。はいはい、そういうことね。じゃあ僕は甲田シャーミンをやろうかな。シャーミンってなんか、シャーミンの何のことだろう。パンチのある話。僕の時もカセットテープありましたよ。まさかつさん、シグナスさん、他4人の皆さん、こんばんは。まさかつさん、まさかつさん、美味しそうな名前だね。まさかつ、まさかつ、
金ちゃんすんなり読めちゃダメなのに。あ、結構あれだね。今日のテーマはパンチのある話です。今日のテーマは何読んだっけ。今日のテーマはパンチのある話。パンチのある話やで。たっちゃんの時もカセットあったんですか。あったあった。たっちゃんの時もカセットあったんあるよ。たっちゃん何歳でしょうか。永遠の17歳です。この声で ゴス聞いてる。俺の大切な桜田家ルイエロビデオにテープ貼ってテレビを録画したやつ。エロビほら本番始まるよ。2秒前。FM ギノワンよりドラゴンアイズ生放送でお送りしています。今日のテーマはパンチのある話。うい、早速パンチがある話が来ましたよ。おブルガリさん知ってた？ラジオ体操はみんな知ってると思うけど自衛隊体操ってありまんねん。そうなんだ。パンチあるの？勉強になるなこの番組。面白いな。すごい、どんな感じ？勉強なる。あ、へー、 あれ言っていい？それよりもっとパンチあるの言っていい？自衛隊体操があるのは初めて知ったけど、沖縄のラジオ体操があるのみんな知ってますか？知らない。知らない？パンチあるね。え本当にさんちの子が歌ってるやつ？うちなぐち体操みたいな。うちなぐち体操。あ、そっち？お。ティーチタッチミーチみたいな。あ、あるよな。え、わかるわかる。どんな？ちょっと忘れた。忘れたけど多分 YouTube で出る気がする。そうなんだ。YouTube 任せ。YouTube 先生。覚えてないけどなんかあったよね。うん、ラジオ体操のね。ああ、でも知らなかった。それもそうだし、自衛隊体操が。自衛隊のなんか体操とか筋トレっぽいイメージがあるな。1,2,3,4,5イエスサーみたいな感じかな。ちょっとあのブートキャンプ的な。あ、やってそう。かっこいいね。それ知らんかったね。あとから調べてみようね。いいね、パンチありまくりだね。はい。そしてサウロお兄さん、なんで喧嘩なったか。お、なんで？庭にあるシークワーサー取りすぎて文句言われて。これジャブやっさ。あった、ジャブやっさ。あった、庭のシークワーサー取りすぎでしょ。シークワーサーはみんなで分けるんだよみたいな。まだ熟してないやつも取ってしまったんじゃない。 そうね、すごいパンチあるね。これもパンチあるね。パンチある。いつもこの話題はパンチありますからね。ノブオーバーの話。シークワーサーはさ、でもさ、いっぱいできるからね。そんな取られてもいいぐらいの量できるんじゃないかな。確かに。これから暑くなるからね。まあまあまあ、そんな感じですね。いいな。じゃあ他のパンチのある話は誰がいるかしら。はい、本番生放送中に愛用の腕時計が壊れた。ええ本当に本当に今ですか。本当だ。いじってたから壊れよった。いじるからさ、本番中に。パンチやばい。これこれパンチあるん違う。パンチある。腕時計をやんに。パンチあるけど、あの生放送中はおとなしくしてなさい。すごい、じゃあいじくってたんだね。知らないうちに。そうなんだ。すごい今のストレート。え、パンチのある話ですね。ま、私じゃあいいですか。はい。最近見た夢の話をしていいですか。はい。ちょっと予言みたいなことなんだけど、いいですか。いいよ、いいよ。結構パンチありましたね。早く行きますよ。早く。夢の中で5年以内に宇宙人がこの地球にやってくるらしい。これまず1つ目。そして2つ目、北朝鮮とアメリカが戦争しちゃうっぽい。2つ目で、3つ目、新薬が開発されてそれを飲むと若返るらしい。パンチある。ワン、ツー、スリー来たな。かなりこれすごい。ちょっと夢なんだけど、予知夢かなこれ。1番からちょっと あれれこの話はと思ったけど、だんだん怖くなってきました、ね、しかもさ、具体的に言われたの。例えばじゃあ第3、なんていうの、このドンパチするよみたいな夢だとしたら、3ヶ月で終了するって。
あ、なにみんな意外と驚いてる。笑う感じでもないんだ。結構ガチっぽくね。でもそれ怖い怖い。でも3ヶ月ぐらいであっさり終わって、もうちょい行ってい い, い, いどうせ嘘かもしれないから、私の夢だし。北朝鮮っていう名前すらもうなくなって、南北統一して別の国になるらしい。すごい。へえ、これやっぱ予知夢かな。わかんないけど、この放送いつかこう3年後ぐらいに、確かにメディアに取り上げられてこうなるかもしれない、ね、デジャブになるかも。これ逆にちょっと気にならない？あ、国の名前まで決めちゃったら、国の名前じゃ決めちゃおう、うん、それもう予知夢じゃなくなってるから。今もうすでに作り始めてるから。パンチある話。パンチあるよ。パンチあるね。すごい。じゃあ続きまして、リスナーさんのパンチある話に移りましょう。はい。何やらカセットデッキの話は盛り上がってますね。誰のから紹介しましょうか。じゃあ、じゃあ先に大塚健さんがさっきのニーナの発言を聞いて、いつから6月8日はエイプリルフールになったのかな。じゃあ、あれだ、大塚健二さん、ニーナの話嘘と思ってるってことだね。でもさ、私もさ半信半疑だから、逆にこのラジオとかさ、こう今このメンバーを通してちょっと逆に覚えとこうよ。これがさ当たったら、だってこれもうあれでしょ、保存されるから。そうね、証明はできちゃうわけじゃん。そうだよね。わ、ちょっと楽しみ。宇宙人が来ちゃいますよ。でもさ、宇宙人来るらしいよ。夢どんな感じで来るんですかね。そこまでは教えてくれなかったんだけど、どんな感じで来るかな。よ、絶対まばゆい光。よ、よ、ヤッホーみたいな。ウロロロロロロ。うまい。うまいね。宇宙人来たら ET やりたいです。どんな感じで ET。 そしてハイタッチは夢の言葉を、うん、違うだろ。あれだろ、あれ。もうね、金ちゃん放置プレイになってるね。言葉だろ、金ちゃん。ああ、そうかそうか。なんかちょっと唖然としちゃった。さあ、この夢関係でメッセージまた来ましたね。シュプリームさんからです。今日昼寝していたら、元、これは妻ですね、前妻と、今嫁と今のお嫁さん3人でお風呂に入る夢を見て目が覚めたんだけど、デジャブでないことを祈る。これもパンチめっちゃありますね。これパンチあるね。怖いよこれ、すごい。マジで前の人と今のお嫁さんと3人でお風呂に入る夢見て目が覚めた。嫌だな、これ現実に起きたら。嫌だね。そして初めましての方ですかね。はい、はい、まさかつさんからです。おー、さっきの内名口体操のお話からですね。内名口体操といえば、那覇市の市場では午後に流れて体操する方がいますって。へえ。ってことは那覇ではもうこんな感じで踊ってるんですよ。普通に踊っとるんだ、みんな踊っとるんですよ。じゃあ初めましてですか、正勝さん。はい。メンソーレ、メンソーレ。さっき来てたよ。来てた？呼んだよ、僕。さっき挨拶してたね。そうそう、さっき挨拶してたよ。じゃあ、え？ほんとだ。もう嘘すごいから、もうやめましょう、そういうの。こんばんはって書いてある。え？そうそうなの？来てたの？さん、4人の皆さん、こんばんは。さっき呼んださ、俺が。てへへ。で、まさかつって言って、美味しそうな名前が言ってたし。言ったわ。6月8日、エイプリルフールやっさ。そうだね。はい。はい、じゃあ、サウロお兄さん。僕が学生時代にヤンキーの友達が、最近ヒゲおじさんが怖いってなって聞いていたら、ヒゲおじさんは僕の親父のことだった。パンチあるこれ。サウロさん一家はなんか街中で噂になりすぎでしょ。だからね、サウロさんも結構街の子供たちに何か言われてるでしょ。なんか言ってたよね。サウロお兄さんの、じゃあおじ、あ、親父さん、お父さんがヒゲおじさんってことなんだ、うん、そうですね。ヤンキーの友達にカツ入れて歩いてたんだですね。へえ、存在感すごいんだ。すごいですよ。さあ、そして野の中の銀の蛍さんからメッセージいただきましたよ。はい。流星が地球に衝突する確率高いらしいよ。流星。あ、踊ってる。え、で、誰が踊ってた今、たっちゃん。うん。え、急に、しかもこの流星の話聞いたら踊る。トゥルル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 
へえ、でもこれも本当だとしたらちょっとねえ大変だ、滅びてしまう、滅びてしまう。そんな、あ、間違えた、ごめん。そこをあれと思った、間違えちゃった。あはは、ミッチーさん復活しましたね、切れ味ナイスですって。そこだ、大塚健二さんが言ってるよ。そう来た瞬間になんかおかしくなりましたね。そう、しかも違うのを選んだんだけど。さあ、そしてブルガリさんからです。宇宙人と会えたあなた、当選おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにあれは宇宙人だったと思う、夢に出てった。多分宇宙人も来てるんじゃない。宇宙人は絶対いると思う。いるよ、うん、UFO とかは 100% いるけど、金ちゃんは違うの。あ、ぽい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 、金ちゃん宇宙人ぽい。金ちゃん宇宙人だ。何も言えないんだけど。お前らアンチオスカー、俺びっくりしたよ今。二人の賛同っぷりに。でも、うん、あの夜帰ったら一回この皮脱ぐよ。パンチある。それ一番パンチある。真の姿が。これ今日のドラゴンダイバーは、うん、多分またピンクい髪が出てくるから、ね。そうそう、うん、やばいね。どんな形か、この脱いだ中身見てみたいね。ちょっと口で説明してみたい。それはお楽しみ。いや、最終回も待ってくれみんな。まだだ、すごいな、今日接戦だわ。そうですね、みんなパンチの応酬がすごいですね。じゃあ俺もこの時計とかじゃなくてガチのパンチ話していい？はい。パンチして自分がダウンした話ね。うん。最近お家でカレーライス作ってて、もうその時超なくすいつから、はぁ、デイジョーなくすいつはまだできんかなと思って、冷蔵庫開けたらチーズがあったわけ、うん、カレーライスにチーズ抜けた、美味しいの来る？うん、美味しい、うん、美味しそう。カレー食べて、チーズってあのバラっていうかパラパラの、うん、3センチの細いやつ、3センチぐらいの、それでカレーによって、あ、やっと食べれるって言ってから、チーズをカレーの上にたっぷりかけた瞬間に、うん、そのチーズが全部かびてた。うそ。珍しくちょっと面白い。そうで、しかもまだそれで、うん、もう本当にお腹空いてたわけ、うん、だけどもうお酒飲んでるから運転できない、近くのコンビニまで夜な夜な一人で歩いていった。いや、最後のはいらなかったけど。最後のいらなかったけど、カビ話は最高、うん、ブルーチーズなんてたんですね。そう、本当にブルーチーズなってて、うん、食べてないんだ。しかも相当の量かけてしまって、そこ取ったけどカレーにもこの青いのがちょっと映り寄ったから、チーズすぐ溶けるさ、うん、だからもう食べなかった。ショック、それマジショックだった。にりてよ。ワンネーもにりてよ。でもこうやっぱさ、管理してないんだね、そういうのちゃんと。賞金切れてないのに、ちゃんとあれも洗濯バサミでカチンでし、洗濯バサミで止めてたんだ。ちゃんとじゃあチーズ見ないとね、あの、うん、冷蔵庫にある方要チェックですよ、カビってるらしいですよ。目離した隙に。もうショックだったな、あれ今年一。さあ、そんなところでサハロ兄さんから速報です。親父は角刈りしてます。あ、パンチ効いてる。そしてヒゲだらけでしょ。そしてヒゲだらけ、かっこいい。そこにパンチは効いてなかったんだね。あー、惜しかったね。あ、でもなんかいかつい感じなのかな、角刈りでヒゲもあって、ヒゲおじさんって呼ばれて、いかついね、かっこいいんじゃないの、ね、なんかちょっとオラオラという感じの雰囲気が伝わる、勝手にね。ですね。はい、そして、はい、日本高松マリーさん、今日宝くじ当たらなかった。あ、当選日なの今日。いろいろ残念。ジャブが交わされたぐらい、ね、ジャブ交わしたぐらいね。ジャブ交わされた、は、今の何みたいな感じのパンチ。そうだ、ね、これジャブってるね。確かに宝くじはね、毎日当たらないようなものですからね。はい。はい、そして大塚健二さん、さっきの金ちゃん宇宙人説に関して。違うの、金ちゃんは違うの。じゃんじゃん。あ、宇宙人ってこと？違うの。違うのって言ってんの。それも違うの。びっくりするよ。はい。はい、そしてブルガリさん、宇宙人だと思いきや顔がガッツ石松みたいな宇宙人とか。おー、怖いねそれ。あ、もう本当にタコとかじゃなくてガチの人間顔のね。なんかタコの方がさ、イメージ通りだけど、ガッツ石松顔がいっぱいいるんでしょ。超怖くない？怖い。しかもガッツ石松がトゥルルルって。めっちゃパンチあるやん。身長どれぐらいかな。ちっちゃいのから大きいのまでいるんじゃない？いいかな。ねえ、ちょっと待ってよ、
野の中の銀のホタルさんからです。改めて4人のかっちゃん、あれあちょっと見えないね、見えないね。かっちゃん、むっち、いちなさん、さんなちゃん、こんばんはってちょっとあれですね、ジャブでいきましょう今ワン、ツー、スリー、フォーまでいけたけど全部かわされちゃったね、ちょっと画面から消えてしまいましたメッセージが。はい、ブルガリさんからです。宇宙人だと思いきや、あ、これさっき言ったシュプリームさんからです。これここだけの話ですけど、小出圭介に抱かれました、かっこ嘘嘘かーい嘘かーい、もうちょっとみんなジャブなってきたね、みんなジャブってんね、パンチ効いた話ですよ今日、パンチを聞かせてください。パンチ来た。ブルガリさん、パンチあるかどうかは知らねえが、寝ぼけて冷蔵庫開けてコーラだと思って飲んだらポン酢だったじゃねえかおー、これですよ、今ヒット、今のはね顔面ヒットきました、顔面ヒットきたね、めっちゃグイって飲んだんだろうね、コーラとポン酢間違えた喉痛い、相当なパンチってか間違えるかね面白いブルガリさん、コーラコーラってさ色黒いじゃん、ポン酢ってちょっと茶色いじゃん、はい、しかもポン酢って瓶でしょ、瓶も違うじゃん形も、相当寝ぼけてたんだ、うん、たまにあるよねこの飲み間違い、洗濯なんていうの、歯磨き粉と洗顔間違えたりとか、ね、醤油とかもありえるのかなじゃん、うん、うわびっくり、これパンチありますね。すさあ、はい、続きましてサウロお兄さんからです。お母さんは藤原紀香をよく褒めますノリピーいいよねって、藤原紀香ね、ノリピーね、いろんなノリピーいますからね、あっちのノリピーもいますけどもうちょい褒める人いっぱいいるはずですけどねお母さんが呼ぶ、そうなんだ、パンチ効いてますねこれも ね、これ結構ワンツーぐらい効いてますこれ面白いの来ました、まぶやさんからです。こんばんは、すべて転んだ大丈夫急に登場してすべて転んだ、ラジオ聞きながらすべて転ぶってありますかアッパーだな今のはな、アッパー来たね急に、アッパー来たね、あのバナナの皮踏んだことありますか、ないないない、めっちゃめっちゃ滑って転びますよ、えすってんころりんする、本当に漫画じゃんそれまず踏むことがすげえ、どこでどこでどこでなんかいつだったかな、踏んでみようってなって友達が下に置いて踏んでみようってなって、踏んだらすってんころりんしちゃった、踏んでみよう、あ落ちててそれを踏もうってなって、わざ踏みに、わざと友達が食べててこう本当に滑るのかなってなって、で実際に踏んだら結構するって言ったからびっくり今時の女子はバナナ食べるんですねちょっと健康のあれ女子バナナねはい、じゃあ一旦曲流しましょうかね、はい、本日紹介する曲はこちら、脇田龍でパンチ野郎閉めます、閉めね、なんかさ、ミステリーのさ、BGM 欲しいね、タララ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 みたいな、キンちゃんの話してるときとか、キンちゃん用の BGM を、そうそうそう、キンちゃん用、そっち閉めてもあんま変わんないんじゃないかな、こっち、あ、ね、でも閉めてもいいよね、どうせ終わるしね、ちょっとあれ違う、階段からの話、ダダ漏れパンチ、あ、この後あれする、メッセージ紹介してからコーナー行く、コーナーやら、そうだね、ちょっと足りないね、こんなバナナより滑るの、わかる？バナナが滑るのも初めて知ったんだけど、ローションじゃん、違う、雨の日にコンビニに島通りでダーッと走っていってみる、コンビニやばいよ、死に恥ずかしいから、ちょ、え？島通り死にすぎるやばいよな、で、雨降ってるからやばい走っていくさ、やばい、ぬるぬるぬるってか、マジやばいよ、また避ける、またが避けるわけ、駐車場でですよね、またお、分かるやばいよな、車待って、この曲あんま長くないえ、じゃまだ30秒ぐらいある、え、はい、じゃあ提供言いますね、じゃあ、そのままねはい、そのままね、じゃあ開けます、はい、
この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。はい、ということで今日のテーマはパンチの効いた話。はい、こんな感じです。はい、じゃあいっぱいメッセージ。あ、違った、今の今のはジャブ程度かな。しかもそのちょっとウォーミングアップ、ウォーミングアップ、ジャブジャブ、キックぐらいが出てたと思う。君誰、俺、君、あ、僕、はい、行きます。まさかつさん、梅雨時期は食べ物の管理に気をつけてください。確かに、あのさ、カビるらしいよ、チーズらしいよ、チーズってことですよね、さっきのメッセージ。自然のブルーチーズだよ。あ、けどあれって食べたらどうなるのかね、ブルーチーズ、カビ。基本的にお腹壊しますので、皆さん。そうですか。ダメですよ、気をつけてくださいね。発酵食品万歳。発酵ってよりもなんかあれだもんね、カビちゃってる感じなんだろうね、きっとね、あれは。けど、そういう食べ物もあるさね。うん。じゃあ行くよ。これマジパンチやすさ。大塚健二さん、本当にすみません、パンチ話。5月29、30度、立て続けで友人が突然死しました。ショックな分、そいつらの分もこの放送で笑おうと思ってます。届けたい。そうなんだ、そうですか。立て続けか。立て続けは悲しいね。まあ、でも星になって大塚健二さんのことを見守ってくれてるよ。こういう話なんて金ちゃん喋ったらダメだな。そうですね、今のはあかんかったね。失礼しました。でも逆にいいからまあまあ逆にね、うん、あのポジティブに、あのね、最後はみんなも 100% みんな死んでしまいますが、うん、あの生きているということはね、今は生きていくということですので人生笑ったもん勝ちです。はい、本当にね、はい、じゃあ次はニーナちゃんですね。はい、浜崎かゆみさんからです。むしゃくしゃして毎晩完食したら激太りしたかよです。どうですか、パンチ。パンチ来てましたね。そう、ポイントはむしゃくしゃしてですからね、うん、毎晩完食したら激太。どのぐらい太ったんですかね、かゆさんは。え、何があったんだろう、逆に。てかストレスだったらやっぱ食べたいってなるのって本当あるのかね。そういう人もいるよね。あ、人によりますね。やけ食い。そう、やけ食いでこうやっぱ満腹感でこう、うん、気分が良くなるっていう感じだよね。デザートとかさ、甘いの食べてわあ幸せみたいなのでもう忘れるみたいな。そんなのあるんだ。気を紛らわせ、女性に多いよね。多いですね、私たち。そうだよね、うん。甘いの食べられない僕には分からない。きっちゃんちょっと宇宙人説は出てますが。はい、じゃあサウロお兄さん。はい、おじいは天国の人だけど肉が好きでした。肉好きだったんだ。肉好きだったんだ。そうか、おじいはなんて呼ばれてたのかな。ね、肉おじいって言ってたの。肉おじいね。まあまあまあ、いい話じゃないですか。そうね、うん、はい、じゃあ大塚健二さんからです。はい、階段からの話、ダダ漏れパンチあるな。そうそうそう、それ多分ここのスタジオのドアが開いてたからってことですかね。これ階段、うん、多分ね、まあ、要は外から話がダダ漏れですっていうのをちょ教えてくれてる感じですね。はい、それを受けて直ちに閉めましたからね、私たち。それで大塚健二さんが全部閉めて汗かきながら放送、どうですかね。手汗がすごいです今、本当にすごいです。そう、まあ、もう顔周りちょっとじわじわきてます。きてます。はい、これパンチあるかな、銀のおたるさん。結構な回数蜂に刺されている。おー、パンチあるじゃん。2回目からパンチあるじゃん。フィナキシプ、それスズメバチ。あ、スズメバチか。まあ、2回刺されたらアウトだったら食事しちゃうんだよ。毒が解毒できないんだった。大丈夫、そんな刺されば刺されてばっかりだったらさ。ミツバチじゃん。ミツバチにプッチンコされてる。チンコは可愛い音だね。プッチンコされちゃってるんだ。アガーぐらいだよな。アガーじゃなくて、なんか黒いものに寄ってくるって聞いたことあるんだけどね、ハチ。あ、そうか、黒い洋服着てるんじゃない、いつも。もしかしたらそうかもしれません。はい、じゃあ次ブルガリさん。以前付き合ってた彼女にダイヤモンド買ってって言われて悩んで、やっぱり
アーモンドにしてくれへんかって言ったら次の日別れた。やばい。今日パンチあるんじゃない？パンチあるわ、ね。これちょっと倒れたよね今ね。いいねこれ。これパンチあるな。すごいよこれ。しかも彼女も速攻性やばいな。半端、うん、ない。ダイヤモンド買ってっつってちょっと悩んだんだねやっぱり。うん。アーモンドにしてくれへんか。やばい、アッパ食らったね。すごい。そしてまさかの次の日にお別れですか。悲しい。やばい、ね、いいね、使っていこう。逆にこれ男性陣使えるんじゃないですか。もうそうですね、もうこれいい避難訓練聞いたよこれ。避難訓練いいね。そして振られるんだよ。振られるけど、まあダイヤモンドアーモンドで振る女はきっともうダイヤモンド買ってもそうだよ、振るかもしれない、ね、ダイヤモンド買ってから振ってたかもしれない。あ、これ陣内やつだって言ったら。はい、さあ、そしてシュプリームさんからです。今年の2月に札幌雪まつりに行った時に凍結していてすってんコロリン、前にいた台湾人数名をボーリングのようになぎ倒しました。おー、すごい、これはちょっと面白いやつさ。雪でね、ツルツルツルってあの歩きがね、あの難しくなった時に、あ、雪って本当に滑るのかね、あ、氷って。ちょっと分からんな、体験したことないな。うちのさ、お母さんもさ、北海道あの先週行ってきたんだけど、今週、はい、あの雪はやっぱりさ、なんかツルツルってしてるところやっぱあるって言ってたよ。みぞれのところとか危ない、危ないとか。1度って言ってたよ。え、今日？あの北海道1度って私にメール来てたんだけど、だからそうらしいよ。全然だから雪もありえるじゃない。すごい。沖縄、昨日超暑かったよ、ね、28度だよ昨日。みぞれってる場所もあったらしいですよ。そして銀の小樽さん、スズメバチです。生きてるよ、大丈夫？なんだっけ、なんだっけ、ファニーボン症候群、そんなやつ。え、何それ、何それ。フィラキシー、フィナキラシーショックみたいな。そう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 、そんなんあったよ。うん、フィナキラシーショック、忘れた。え、でも強いですね。刺されても、スズメバチに刺されても生きている男。生きてる。てか相当痛いんじゃないの。すごいな、パンチあるわ。パンチあるわ。パンチあるね。さすがですね。はい、というわけで例のあれを決めるために一旦 CM に入りましょうかね。個人的に金ちゃんのあれが受けたけどな。私はでもあれがいいな。ちょっと開けます。今日で撮影金ちゃんのお家へ行って買わなきゃっていうの受けたけど。私これがいい。大塚健二さん、あはは、ニンナさん、本当にクオリティ高くなってる。一体誰いつからのやつの話か。あれじゃない、カユでしょ。あ、カユね、カユ。そして、さすが金ちゃん、ソクーってこの言い方さっきのあれじゃない、ね、かわいい発言じゃね。これ、あ、これじゃなくて、あ、これが好き、これ。あ、これ、うん、これたっちゃんが読んだ方がいいんじゃん、うん、これたっちゃんに読んだら。どれじゃん。これ、これ。いや、これって言われてる。今声切ってる？入ってるよ。じゃあ一旦消して、ミュート消して。こんにちは。こんにちは。それはそのセンスわからないのは別れて正解。おー、アーモンドさん。じゃあ仮にさ、二人に聞きたい。はい。あ、お願い、ダイヤモンド買ってって言うとするさ。うん。か。え、アーモンドでいいかって言われたら。どうする？アーモンドでいいか。あれ、避難訓練、はい、どうする？はい、とりあえず笑うの、リアルな感じだと笑う。金ちゃんは何個何個かによる給料3ヶ月分のアーモンドだよって。すんさひかじゅうやまずに、これこそ神あゆるやつだ。10秒前。あ、このダイヤモンドって結婚指輪ダイヤモンドだったのかな。そうかな。そして振られるかも。結婚FM ギノワンよりドラゴンアイズ生放送でお送りしています。今日のテーマは
パンチのある話、はい、もうこう何度もやってますがでお送りしてきました。たくさんのメッセージねいっぱいありましたね、はい、ありがとうございます。ありがとう。シュプリームさんから来ました。秘宝です。左の小指蚊に刺された。おっだー、今痛かったパンチ効いてるよ。そしてケインさん、秘宝です。右足の小指を床の段差にぶつけた。小指守れみんな、小指守れみんな。それ私もよくある。はいはいはい、え小指流れで、はいはい、ブラさん、はい、キちゃんに言ったんだけど、キちゃん、どれ見えない、ざわざわするなお前ら。まあまあそんな感じでいっぱいあのパンチの効いた話が、届いてますね続々。はい、そしてブルガリさん、アーモンドにするかベンザカバーするかどっちか悩んだよね。どういうこと？もしくはベンザカバーって言ってダイヤモンドに被るかね。彼女には指輪ダイヤモンドを催促されてるのにアーモンドにしないかって言って、それで別れを告げられたからベンザカバーにするかも悩んだってこと。てかその前からベンザカバーかアーモンドをあげようとしてたってこと。大変。そりゃちょっと、もうまあまあ、はい、はい、大塚健二さん、流れをビシッと止める、さすが金ちゃん。正解。やっぱ宇宙人説が濃厚になってきましたね。これはそう、夢にも出てきたから金ちゃんもさ、もしかしたら仲間かもしれないですね。そうかもしれない。ララ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 ラ、ピパ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 ピ、寒いからやめて。じゃあ早いけどもうさ、発表しちゃいますか。言っちゃう。もう私たちの選んだ、そうですね、ドラゴンダイバーワード発表していきましょう。はい、じゃあ私たちの選んだドラゴンダイバーワードを紹介したいと思います。一番キラキラしていたコメントはブルガリさん。以前付き合ってた彼女にダイヤモンド買ってって言われて悩んで、やっぱりアーモンドにしてくれんかって言ったら、次の日別れたに決定です。おめでとう。やっぱこれでしたね。これだよ。パンチの効いてた話これだったよ。疑問が生まれた。はい、疑問が生じました。振られたのか振ったのかどっちかね。あ、ダイヤモンド買ってって言われて別れたのか、それとも行ったら次の日別れた、振られたのかな。振られたんじゃない、振られたのかなにしか考えられないよね。アーモンドよりナッツ派なんだけどっつって。アーモンドとナッツ、ナッツじゃんアーモンド。どっちかね。ブルガリさんね。ねえ、さあブルガリさんから、ね、え、わしということで、まさかの受賞。そうです、そうですよ。あなたです。ブルガリさん、あなたのコメントは一番きらめいていましたよ。はい、今日はでも結構多かったですね。今日多かった。そして批評が入りました。何、振られたんだよ。あーそうだったんだ、悲しいね。どんまい。大丈夫、35億いるらしいから。誰が女。いやそこあれっぽくいいよ、なんかね。そこまでフレーズ使ってたから。疑問系かよ。疑問系ね。いるかもわかりませんよ今の。流れをピシッと止める、それが金ちゃん。はい、あー面白い。僕は流れブレイカーっていう。あ、いいね、異名を勝ち取りましたね。かっこいい、流れブレイカー。自己紹介通過を。サウロお兄さん、最後に言っていい？いいですよ。親父の好きな女優は広瀬アリス。そうなんだ。わかめね、わかめ。お姉ちゃんの方か、うん、若いね。待ってよ、綺麗ですよ。お母さんは、うん、ノリピーをめちゃめちゃ褒めて、親父さんはアリスちゃんを褒めて。ちなみに男性軍はどう？え、どっち派ってこと？どっち派、どっち派、どっち派、だいぶ違うよね。じゃあ俺ガチでこの数誰か分からん。実は俺も分からん。マジで？お姉ちゃんとか言われても。広瀬すずのお姉ちゃんですよ。そうだよ。あ、俺広瀬すずだと思ってた。ちょっと俺広瀬すずも分からん。マジで？Oh no. Oh no. そうなんだ。あ、ウカキョンは分かる。俺こんなしてですよ。好きな人誰って言われたら、好きじゃなくて可愛いで言ったら心くん。おっ
男の子だ、まあ、みんな可愛いよね、あれはね。心くんってあの便座の、そうそう、あの子デージ可愛いなんえ、何今日便座ブームなの今日便座話題すごいね、うん、あ、分かる、でも可愛いよね、可愛いよね、可愛いね、ひどい便座だっていう子でしょ可愛くなかった今の、なんか子でしょ、坊ちゃん狩りの、うん、え、便座だってほっからりゆかでしょ、あー、そう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 、違うそうか、ね、もうなんかね、可愛いよね、可愛い、あの子はもちろん可愛いよね、超か、あれこそ天才子役だなって感じする、あの悪魔の格好した子じゃないの、あげ分からんやつ、日本高松マリーさんは私もアリスの方が好きということで、お姉ちゃん派ですね、お姉ちゃん派なんだ、待って待って、みんないっぱい女優さん出てるけど全然分からん、へえ。一番野中の銀の蛍さんとか俺読めないもん、俺も、俺は何トナセ、え、なんなんせさん、トナセさん、ひらがなでちょっと気になるね、何さんが好き、アシナ、ホシシュプリームさんも、俺はワンダーヒサコ、クミコ、ヒサコ、クミコ、何派、すごいね、子役なら斎藤コゼ、うわ、みんな、アシナセイってあれで、アシナセイ、そして大塚健さん、私は、キンちゃんやばい、私は金ちゃん来ましたよ、このラインナップに乗った、イエーイ、ね、来ましたよ、金ちゃんの時代が来たよ、タララ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 ラ金ちゃんです、いや、こう笑ってるけど多分ラジオの向こうが笑ってる人一回目なかった流れを、このタラララの流れ、流れをビシッと止める、それがちゃん、いや、今のみんなのせいだからね、絶対タラララララ、これあれはあの UFO が現れる前のキャトられた時の BGM ですからね、そうそうそう、はい、日本の高松マリーさん比嘉愛未とアリスが似てるって話題、へぇ、似てるかも、目が大きいところかな、そうだ、比嘉愛未さんは沖縄、うるま市出身のたっちゃんの地元の人でしょ、お隣さんです、お隣さん、あ、そう、うん、沖縄出身のね、この、うん、とっても美人ですからね、はい、アリスさん似てる、まあ確かに似てる感じもしないでもないね、お隣さんってお家が隣ってこと、え、そうなの、え、隣の隣です、あ、じゃあ幼馴染、え、サッカーしたよ、あ、ちっちゃい、うん、すごいね、へぇ、さあ、そしてシュプリームさんからです、はい、マンダヒサコはミス日本だよ、もう60歳ぐらいだけどって、わかった、あ、分からん、化粧品か何か出てる綺麗な人だ、へえ、マンダさんね、じゃあそろそろなのでメッセージ全部紹介していきましょう、はい、サロニーさん鼻血じゃなくてよかったね、あ、よかった、今日大丈夫、ね、銀のおたらさん、毎度一田さんもういい、あ、1,2,3,4 かさっきのやつね、2じゃな、いいじゃ、いいじゃなくて2だよ、シュプリームさん、ひよです、耳たぶに毛が1本生えています、もう生えてるはずよはいはい、というわけでエンディングの時間がやってきてしまいました、本日もたくさんのメッセージありがとうございます、最後までお付き合いいただき、そしてありがとうございました、また来週この時間にお会いしましょう、お相手はニーナとミッチとレイナとタツヤでした、わわわわわわ、この番組は未来へつなぐ安心を手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、合言葉はみんなできます、せーの、ドラゴンアイズ、まったねー、またねー、 See you。 ドラゴンメンバーお疲れ様です、暑い中お疲れ様でした、もうエンディング早いな、せーの、ドライブスルー、めっちゃ楽しかった、お疲れ様、皆さんお疲れ様でした、お疲れ、4人のアウン、安定感いいですね、最後まで読んでくれたありがとうございました、ありがとう、さよ、ずっと止まらない、壁くん、タラララタラララララララ、なんかちょっとポテトが上がる曲にも似てる、ポテトが上がる曲、あのマックのポテトが上がる曲だけの曲か、キンちゃん、え、マックってそんな音で上がるんだ、今もうこれマイク割ってるの、あ、入ってるよ、あ、そう、今日キンちゃん一番面白かった、キンちゃん、もうキンキラキンのキンちゃん、本当は多分あのアーモンドと貼ってたよ
俺は金ちゃんを押したやつだ。じゃあ俺は青森が好きだったから。何言ったっけ。お口帰ったらよ、皮はぐる、皮はぐるじゃん。嬉しいね。たっちゃん作詞はできたのって。作詞作詞できた。作詞まだまだだな。やっぱみんな揃った方がいいなって。そろそろ頑張らないとね。日本高松マリー様お疲れ様。一日一行作ってるから、ね、4人のアウン安定感いいですね。ありがとうございました。 Thank you。 はい、また来週。またあちゃーな。あ、来週って英語じゃない、あれって何ですか。あれ、来週って方言なんていうの。ある？来週？来週だ。